滝沢秀明、キャンプ飯動画で衝撃告白。シェフへのプロポーズ。滝沢秀明、えまさかの公開プロポーズびっくりマークインスタライブで恋花をする回、とべ切り抜きキャンプ班2024年5月15日。みなさん、こんにちは。今日は、あの伝説のアイドル、滝沢秀明さんの近況について、ちょっと深く釣りしてみましょう。先日、 彼の YouTube チャンネルトベデで公開されたキャンプ飯動画ご覧になりましたか美味しい料理に舌鼓を打ちながら彼が語ったある告白に視聴者一同驚きと喜びが渦巻いたことは記憶に新しいでしょう。今回の動画はただのキャンプ飯動画ではありませんでした。それはタッキー自身の恋愛模様、そして未来への希望が詰まったある意味、公開プロポーズのような 愛と勇気に満ちたストーリーだったのです。そこには美味しい料理に舌鼓を打ちながら語られる彼の新たな一面、そして視聴者を驚愕させた衝撃の告白が隠されていた。それはただ美味しい料理を振る舞う動画ではなく彼の心の内側、そして未来への希望が詰まった愛と勇気に満ちたストーリーだったのだ。動画の中でタッキーはキャンプの旅に美味しい料理を作ってくれるシェフ、 の存在を明かした。それは、単なる料理上手な友人ではなく、彼が大切な人と呼ぶ特別な存在だった。キャンプ飯を囲みながら、シェフへの感謝と愛情を率直な言葉で表現する姿は、視聴者を魅了した。えっと、今日のキャンプ飯を作ってくれたのは、シェフです。どうも、シェフです。めちゃくちゃうまかったっすね。ありがとう。自然体で親しみやすい言葉遣いは、 まさにタッキーらしさだ。しかし、彼の言葉には、ただ感謝を伝える以上の深みがあった。シェフへの愛情を隠すことなく、ストレートに表現する彼の言葉は、視聴者の心を揺さぶる。そして、タッキーは、シェフへの愛を深めたいという強い思いを語り始めた。それは、単なる感謝の気持ちを超えた、未来へ向かう強い決意だった。最近ですね、 ちょっと私のご相談というか私がこう、ふつふつと、こう、内に秘めていることをですね、ちょっと皆さんに、ちょっと相談したいなって思ってまして、この場をお借りさせていただきたいなと思っております。彼の言葉には、戸惑い、緊張、そして何よりも愛する人への深い愛情が溢れていた。それは視聴者にも伝わってくる心の奥底から湧き上がるような感情だった。そして、ついに、 タッキーは衝撃の告白をする。彼の言葉には愛と不安、そして未来への期待が入り混じっていた。視聴者は彼の葛藤に心を痛めながらも、彼のプロポーズが成功することを心から願った。タッキーの告白は視聴者に多くの感動と共感を与えた。彼の率直な言葉とシェフへの愛情に満ちた表情は、まさに彼の心の内側を映し出しているかのようだった。 しかし、タッキーはただシェフへの感謝を述べただけではありませんでした。彼は、シェフへの愛を深めたいという強い思いを語り、さらにはプロポーズを考えていることを告白しました。その言葉には、戸惑い、緊張、そして何よりも、愛する人への深い愛情が溢れていました。大切な人をもっと大切にしたいと語るタッキーの言葉は、多くの視聴者の心を打ちました。 彼のストレートな言葉とシェフへの愛情に満ちた表情はまさに彼の心の内側を映し出しているかのようでした。しかし、プロポーズを前にタッキーはチキンな部分に苦悩していました。勇気を出してシェフに気持ちを伝えたい、でもなかなかその一歩を踏み出せない。その葛藤は彼を悩ませ視聴者も共にハラハラさせました。タッキーの心情を映し出すように 動画は彼がプロポーズの準備を進める様子、そして葛藤と向き合う姿を丁寧に描き出していました。ここで気になるのはタッキーのチキンな部分です。なぜ彼はプロポーズをためらっているのでしょうかそれは彼の過去の経験やアイドルとしての立場、そしてシェフとの関係性など様々な要因が絡み合っているのかもしれません。しかしタッキーの告白は 彼の内面にある複雑な感情も明らかにした。それは長年アイドルとして活動してきた彼が自身の恋愛を公にすることに対して抱く戸惑い、そしてシェフとの関係を公にすることによってこれまで築き上げてきたイメージが崩れてしまうのではないかと感じる不安だった。タッキーは長年プライベートを公にすることを避けてきた。 その経験から自身の恋愛を公にすることに対して戸惑いを感じている可能性がある。また彼がこれまで築き上げてきたアイドルとしてのイメージを守るためにもプロポーズを慎重に考えているのかもしれない。あるいはシェフとの関係性にも複雑な事情があるのかもしれない。二人の出会いや交際に至るまでの経緯は動画からは明らかになっていない。 もしかしたら、シェフは一般人なのかもしれないし、タッキーとの関係を公にすることに、何かしらの不安を抱えているのかもしれない。これらの要素は、タッキーがプロポーズをためらう理由の一つと考えられる。しかし、同時に、タッキーの心の内側には、シェフへの強い愛情と、共に未来を歩む決意が強く存在していることも、動画から伝わってきます。動画の後半では、タッキーは、 視聴者にプロポーズの成功を祈ってもらうように語りかけました。そして結果を皆さんと共有すると約束しました。この動画を見た視聴者はタッキーの恋物語に心を奪われ彼のプロポーズの成功を心から願っています。そして今後の展開に大きな期待を寄せています。タッキーの告白は視聴者に多くの感動と共感を与えました。 彼の率直な言葉とシェフへの愛情に満ちた表情はまさに彼の心の内側を映し出しているかのようでした。皆さん、こんにちは。今日はあの伝説のアイドル、滝沢秀明さんの近況についてちょっと深く釣りしてみましょう。先日、彼の YouTube チャンネル、トベで公開されたキャンプ飯動画ご覧になりましたか美味しい料理に舌鼓を打ちながら 彼が語ったある告白に視聴者一同驚きと喜びが渦巻いたことは記憶に新しいでしょう。今回の動画はただのキャンプ飯動画ではありませんでした。それはタッキー自身の恋愛模様、そして未来への希望が詰まったある意味、公開プロポーズのような愛と勇気に満ちたストーリーだったのです。彼が今後どのような決断を下すのか、そしてシェフとの未来がどうなるのか、 今後の展開が非常に楽しみです。この動画を見た私は、タッキーの勇気と愛に心を打たれ、同時に彼の心の奥底にある葛藤にも心を痛めました。そして彼のプロポーズが成功することを心から願っています。タッキー、そしてシェフ、二人の未来が永遠の幸せで溢れることを心より祈っています。最後に皆さんは、 タッキーの告白についてどのように思いましたか彼のプロポーズは成功すると思いますかそして彼の今後の活動に期待していますかぜひあなたの考えをコメント欄で教えてください。